今日の道内は強い寒気の影響で10月下旬並みの寒さとなり、大雪山系黒岳では初雪が降りました。木々の枝は雪で覆われ、地面も真っ白です。午前7時ごろ、大雪山系黒岳で初雪が降り、5合目付近で3センチほどの雪が積もりました。また、利尻山も初冠雪が発表されました。 きょうの道内は上空に11月中旬並みの寒気が流れ込みけさの最低気温は伊達市の大滝で2.6度上士幌町のぬかびらで2.8度など道内すべての観測地点できのうよりも寒い朝となりました上川の幌加内町朱鞠内でもけさの最低気温は3.6度と寒い朝を迎えました朝一まだ日が昇ってないときに1回起きたんですけどそのとき寒すぎて嫌になったんで 布団に入っ布団に寝袋に入って、また札幌でも今朝の最低気温は8.3度と、今シーズン一番の寒さを観測しました。た朝ののの通勤時間帯にはマフラーーを巻いたり厚手のコート姿の人も目立ちました。